あれは？やあやあ、お嬢ちゃん。悪いけど急いでるの。ナンパなら他を当たってください。そんな釣れないこと言うなって。その制服、生徒学園だろ。かわいいよな。ちょっとでいいから付き合えよ、ピッチピチ1年生のお嬢ちゃん。おい、もう一度言ってみろ。だからね、俺とこれからとってもいいことを。そうじゃなくて。え？うちは3年生だ。嘘でしょ。ふっ。おお、大神官。うん、実はマズルサークルを鎮静化した英雄を見た。え？会見の当日は魔法通信局も来るそうだ。あの男は何でもビジネスに結びつける。きっとこの会見も会社の宣伝活動の一環じゃ。いろいろと大人の事情があってな。やだな、余計な仕事を増やして悪い。すげえじゃん、全国ネットで映ったく。エンゼルマーカー社といえば、運営資金は全てエンゼルマーカー社が出資してるって話だ。そうなのか。まあエンゼルマーカーの研究所でバイトしている身だ。とはいえ、俺だってまだ社長のリオッドさんには会ったこと。あ、で、その会見はいつなんだ。マズルサークルの魔物の殲滅は全世界の願いであり、引き続きエンゼルマーカー社も対マズルサークル研究開発に尽力する所存。ぜひ生徒であるあなたたちにも頑張ってほしい。今後とも期待しております。はい。はあ、今から学園に戻ります。まれびとが出現しても関係ない。分かっています、アレク。心配は無用です、父さん。では失礼します。アレク。見たよ、エンゼルマーカーの社長と会見するなんて。やっぱりまれびとはすごいな。俺も早くエースランクになって活躍して、あんな会見してみたいよ。そうか。よー、スターさん、ちょっと顔貸せよ。なんだよ黒継ぐ、彼は今僕たちと話をしているんだぞ。悪いな、こっちは急用なんだ。たく、悪い、でも急用なんだよ。すま。後で会見の感想をもっと詳しく教えてくれよ。それで？見たぜ会見、えらい緊張してたな。そうじゃねえよ、昨日3年選抜クラスのランク認定試験があったんだ。それでなんと S ランクに昇格した女子生徒が一人出たんだってさ。どんな子か興味あるだろう。今から会いに行ってみないか。たく、付き合い悪いな、友達だろ。わかった。よし、3年の教室に行ってみようぜ。それで？セリーナって子らしいんだけど、3年生の S ランクだし、きっとナイスバディ美人巨乳のお姉様だぜ。ああ。でもそう考えると該当する子が見当たらないぞ。もう帰っちゃったのかな。いや。あ、君は。うん。まれびとくんでしょ。3年のクラスに何かご用かな。ああ。ああ、セリナね。セリナ、まれびとのお客さんだよ。って、あれ？さっきまでいたんだけどな。
セリナなら図書室に寄ってから帰るって言ってたよ。図書室か、まだ間に合うかもな。行ってみるか。さてさて、いや、だから言ったろ、美人巨乳だよ。うん、もう少しで届くのに。大丈夫か。はい。ああ、あ、心配してくれてありがとう。でも大丈夫、ちゃんと自分で取れるから。くそー、もう少しなのに。いや、あ、ダメ、勝手なことしないで。すまない。うん、こんなの大したことない。ってあんた、どこ。うわっ、こんな。そうじゃない、当たり前だ。うわ、まれびとに張り手、すげえ女の子だな。この人がまれびと。ああ、そういえばこの顔。すまない。うん、分かってるわよ。こっちこそ勢いで殴っちゃってごめん。これだ。あほう、推しの力でバストアップ。ああー、バカ、その本じゃないから。違うんだから。え、うんうん、結局見つからなかったな、美人。ああ。いや、先生。あら、いや、がっかり。たく、それで。ああ、もちろん。ありがとう。まったね。先輩。ああ。ありがとう。はい。ん？いや。
すまない。よっ。え？もう。ああ、クロエ先生。うん、じゃあ早速始めちゃおうか。あれ、でも愛好の儀って何をどうすればよかったんだっけ。うん、そうだね。だって生徒とこんなことするの初めてだし、よかったら君の方からリードしてくれないかな。わかった。こう？ああ。うん、優しくしてね。できたかな。大丈夫だ。よかった。一応先生っていう立場だし、失敗したらどうしようかと思っちゃった。なんだかほとんど君に任せっぱなしでごめんね。いや、うん、そうだね。ねえ、今度迷宮に行くときは私も一緒に連れて行ってくれるかな。君の力になりたいの。ああ、約束だよ。はあ、それは大変。疲労はお肌の大敵だよ。じゃあまた何かあったらいつでも呼んでね。よう、黒継ぐ。ええよ。ああ、へへん。よっしゃ。そうだな。変だよ。なんじゃな。よし。待ってたわ。また頼む。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんだ、ルビー所長。さすがマレビト君、一番乗りね。ああ本当だ、どこかで見た顔だ。君がマレビト君ですね。エンゼアマーカーです。この人はね、エンゼルマーカーのお偉いさんよ。父があんな会見を開いて、君も迷惑だったでしょう。すまなかったね。いや、彼はリオットさんの息子さんでね、数年前にお父様からこの要塞都市事業を引き継いで、その頃私は彼に誘われてこの研究所に来たの。君をヘッドハンティングしたことはこれまでで最も有益な判断だったと自負しているよ。でしょうね。それで？ああそうそう、今日はみんなに新しい仲間を紹介しようと思ってたんだけど、少し困ったことが起きて、紹介予定の子が行方不明なんですよ。え？彼女の場合、そう珍しいことじゃないんですが、大神官への挨拶中、少し目を離した隙にどこかに行ってしまう。しかし部下が探しているからすぐに見つかるでしょう。そうだな、わかった。そう、助かるわ。で？じゃああなたの心眼君に通りのデータを転送するわね。はい、送ったわ。通り。マークもあれ、まだ研究所に行ってないのか？いや。君も彼女の捜索隊か。まったく、世話の焼ける子だ。通りは少し変わった子らしくてね。今まで別の研究所にいたら。え？あ、いや、なんでもないよ。それより、この辺にはいないみたいだ。はぁ、エンゼアさんの部下は教会近辺、黒継は基地の方を探している。だから君は学園の方を探してくれないか。わかった。ああそれと、研究所に行ったということはエンゼアさんに会ったんだよな。うん、エンゼアさんっていい男だよな。そうだな、大企業の御曹司でイケメン、女性にも優しいし。あのさ、ああよろしく頼む。あ、トーリー。あ、トーリー呼ばれた。よかった。あなた誰？きっとトーリーの知り合いじゃないと思う。いや、私を探しに。どうして私を探しているの？いや、エンゼアさん怒ってた？研究所の人が知らない人についていっちゃいけないって道理を子供扱いするんだよ。私そんなに子供っぽい？そうか。トーリー、はい。ん？買いたいけどお金がないから。そうか。はい、ありがとね。トーリー、え、私にくれるの？ああ。ありがとう。あなたいい人だね。ルビー所長、今フーコたちも呼び戻してるわ。彼女たちも探しに出ちゃったのよ。トーリー、急にいなくなったから心配しましたよ。ごめんなさい。この要塞都市はどこもかしこも珍しいものばかりだからね。初めて来た人が観光したくなる気持ちもわかるわ。私今度からあの学園に通うの？そうですよ。
君は明日からアナザーテラ生徒学園の生徒です。そうか、楽しみだよ。じゃあ私はそろそろ社に戻る。ルビー、あとは了解よ。魔物の根絶にはまれびとである君の協力が不可欠です。そのためなら我が社をいくら利用してもらっても構わない。じゃあ失礼。なんだ。あ、よう、お前も呼び出されたのか。え、まったく人をこき使いやがって。昼間なんか人探しだぜ。メカも研究も関係。ああ、すまない。ビンタの女の子だな。みんな何度も呼びつけてごめんね。1時間前政府から2つ目のマズルサークル討伐許可が。このマズルサークルは前回よりもマズルエネルギーが強い場所よ。ちょうど今この周囲に展開する地上部隊に土地勘のある S ランクの女子生徒が参加しているわ。ここを鎮静化できれば彼女もみんなの仲間として合流する予定よ。知ってるぜ、その子すげえ優秀なんだろ。そうね、総合力で言えばここにいる S ランクの中じゃ一番かな。え、クロエ先生よりも。彼女はね、戦闘力がズバ抜けて高いの。ち、私ほどじゃないけどね。あ、でもお胸は何かさんの方が大きいか。そんな私なんか全然。そこで否定されるとこっちが傷つくかもだよ。おい、忘れてないか、ここには男どももいるってことをさ。とにかく彼女はとても優秀よ。いいねはうちの目標でもあったし。ところでそこにいる小さな女の子は誰なんすか。小さいって言うな。悪い、謝るからビンタだけは勘弁してくれ。ごめんごめん、紹介が遅れたわね。彼女はセリナ、先日 S ランクに昇格した3年生よ。嘘だろ、新しい S ランクは巨乳の美人先輩じゃなかった。君、巨乳美人じゃなくて残念だったね。ほらほら、強い星の子を作るには絆の深さが重要なんだから、くれぐれもお互い仲良くね。あれ、そういえばトーリちゃんは。彼女も俺たちの仲間なんですよね。彼女はもう少し戦闘訓練を受けてから合流してもらうよ。この島が暑い季節になる頃には一緒に戦えると思うわ。とにかく2つ目のマズルサークルには明日の午前10時から進行可能になるわ。今晩は十分に休んで英気を養ってね。それとすでに鎮静化しているマズルサークルについてだけど、鎮静化したとはいえ迷宮にはまだ魔物が残存しているのも事実。余裕がある時にはその魔物たちを討伐してもらえると助かるわ。戦闘に慣れていない女子生徒にとってはいい訓練場にもなると思うし。じゃあ質問がなければこれで解散。みんな。